皆さんこんにちは、ベスでございます。三国志9の31回目ね、やっていきましょう。こやつやね。で、自己命令も攻撃しとかないと勝手にねはい。で、法政さんの名前として、この辺は、2体ぐらい出したいね。となると劉備さん、5人で行こうか。あ、違う、兵力は1万2000でいいと。で、兵法変えないとね。もう一話題、で、あとは、OK、そんなもんかな。よし、これで回そう。さあ、頑張れ。
マジか、これ負けるやん。下がりすぎる。ああやられた。よしよし、おお連射。よし、壊滅。わあ、進行か。よしよし、連射。わあ、突破か。お、これは買ってもらわな困るな。お、よしよし、必殺技封じは大きかった。ん？あ、流通か、はいはい。
何もいしょ。おノてないな。わあ、もう23しかおらんや。本体やん。どこや、どこって言ってたっけ。あれ？とはメンチクではなかったよな。よし、行こう。
2000弱減った。一発やあ、一発やなかったけど、2号で終わった。鳥類さんいける。まあこんなもんかな。
っちの方がいいね。容疑さんは、こっち向きの手やったけど、あ、はい、こんなもんかな、セットは。ではね、ここで終わりにさせてください。ちなみにここは、おお、2万も負傷兵いる。最終3万なんぼぐらいかな。はい、ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。